指導者。明治期に、北海道で初めて米作りを成功させた先駆者。カンチーナ作の祖、カンチーナ作の父、北海道稲作の父と称される。文政11年3月21日、川地国石川郡春日村の農業を営む休暇に、生まれた旧蔵は、17歳の頃、家を飛び出し諸国放浪した後、25歳で、 仙台藩士片倉栄馬の下木となり、仙台藩が、江戸地警護を目的に構築した、白井寺宮と仙台を、たびたび往復した。一新後は、北海道開拓を志し、雄仏島松で開拓に従事。1873年、札幌群月乾村島松で、道南より北では、初となる、寒冷姉前の、 赤毛種を栽培することに成功し開拓移民に種もみを無償で配布した。島松の自宅は旧島松駅停所としても利用され自身は取扱人を務めた。夢ピリカは赤毛種の子孫にあたる。ABC、中山急造の生涯、資料で辿るカン今作の祖、北広島で企画展。北海道新聞。 http://dd.hokkaido-np.co.jp スラッシュニューススラッシュエリアスラッシュ札幌スラッシュ 1-0239396.html 2016年2月26日閲覧赤毛主を後世に伝えたい。広報、北広島。北広島市。2018年7月9日閲覧。ありがとうございます。